日かな、24日、うん、のね、うん、4じゃないとね、2だから。そうでもずっと生まれる兆候はあったんだ。兆候はね、22ぐらいからあったんだよね、うんうん、明日でもう、あの予算師さんは来なくなる、明日まで。そう、明日までがその訪問のね。本当にあれだわ、本当に一言も喋れない。何してんの？景色撮ってる。綺麗な景色。ほら、撮っちゃいけないぞ。うまい、撮ったらあかんじゃん。痛い？うん、痛い。ほら、えい。痛い。じゃあ痛い。ブロック屋さんに黄色いバイクがいる。ブロック屋さんに黄色いバイクがいる。うん、大丈夫かい。ブロック屋さんに黄色いバイクいる。あれだ、黄色いバイク。黄色はね、黄色い泥棒だよね。あ、黄色い。あ、黄色い車もある。あるんで、黄色いバイク。メガネ取ってください。メガネ取ってください。桜の塩漬けか、桜のつぼみ。
夢かもしれない、夢かもしれない、夢かな。あとで決める。見た目キャベツとか白菜とか 見た感じは食べてみないと。うん、ソフィアのさ誕生日で今日やるみたいさ誕生日。もうちょっと頼むと言ってるやん、頼まれてさ、うん、で消しちゃった。うん、まだね、すごいな。だって写真撮るよって言うとさ、ちょっと待ってな、そうやってやるだからね、マリアがそのカメラに向かってわざわざ。どうしよう、私も生ふりかけつぶつぶしてる、プチプチしてて、で味はほんのほんのりだから、うん、もったいない、マリア食べないのね。そう、プチプチで本当味はほんのり、うん、最高に売ってないもんね。真ん中でやる。Ha ha ha!